こんにちは。日本学術書道会の田村喜蘭です。今日も単行者の前後百科から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、蓄水仙境を払うです。若々しい竹がすくすくと伸びて、幽玄な仙境の様子を一変させたということで、生命の躍動にあふれた初夏の光景を表します。それでは今から「蓄水仙境を払う」を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。